こんにちは。はい。おう。こんにちは。うん。今回はですね、アンケートより得たお客様のご意見をピックアップして。ああ、それでマイクね。はい、そうですね。なるほど。はいはい。いくつか。いいっすよ。心の準備。はい。AI に関する？そうですね。あ、なるほど。OK。はい。はい。どんと。はい、わかりました。じゃあ一つ目からいかせていただきます。はい。マルコシコム、カタナ 3.0。一つ目、利食い専任力保証制度について。最初からなかなかですね。そうですね。はい、利食いを保証すれば処分されてしまうので実現不可能です。そうですね。はい、どんどんいきますよ、うん。長期的に ETF を超えると。ETF は基本的に長期目線。うん、刀 3.0 は短期目線なので、はい、ベンチマークとしては適当じゃないと思います。はい。参考になるということですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、AI に頼らなくても他の先生方だけで十分ですと。あ、弊社ね、アナリスト陣も層が厚いですからね。はい。それはそれで嬉しいです。ありがとうございます。はい。はい、売り時をアフターフォローで教えてほしい。あ、そういった声があったので、初動会員を4月にリリースしました。そうです、ね。そこで売買上限しっかりつけていきます。はい。はい。サブスク提供を望みます。はい。初動会員ぜひおすすめです。はいはい、AI 銘柄とて地合いに勝てないことがある。結論もちろんあります。はい、はい、買うタイミング売るタイミングがわからないのでそれを教えてほしいです。はい、初動会員なんですけど、はい、あの多分初動会員がリリースされる直前のアンケートなんですね、これ。そうですね。なのでこういった声が本当に多くてですね、うん、それもあって今回のサービス開始に至りました。はい、はい、で単発でも AI を使用してください。はい、実は過去に単発スポット銘柄の主役を刀 3.0 にやってもらったことが何回かあります。そうですね。はい、今後開催はちょっと予定ないんですが、ぜひあのアセナドサイトとメルマガチェックしてみてください。はい、はい、売買助言付きサービスがあれば値段次第で興味あり。はい、初動会員リリースしましたんでぜひ価格が見合うかどうかアセナドサイトの、初動会員ページご覧ください。はい、はい、資金が少ないので銘柄は少なくて良い。そうですね、初動会員は銘柄が月間でマックス12銘柄なので、うん、まあ、多いか少ないかと分かりませんけどもぜひお試しください。はい、はい、勝率の開示ですね。これはですね2020年4月刀リリースから、はい、ね、ずっと私が、はいはい、動画で公開してきました。はい、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、まだ株自体が初めて間がないのであまり利用していません。はい、ゆっくり行きましょう。はい、補足説明ないならば不要。ご意見ありがとうございます。はい、実際聞くと怖いですね。ドキッとしますね。そうですね。はい、補足説明付きのサービスは売買助言が必要になってくるんで初動会員で実現しました。はい、はい、そして嬉しい声、動画配信を増やしてほしい。お、ありがとうございます。はい、頑張ります。今のままでいいそれもいい、はい、なんかあの恋愛ドラマの名台詞みたいですね。そうですね。はい、まあ、経営者としては常に進化しなきゃいけないっていう気持ちが先行して変わっていくこと、まあ、変化を求めすぎるところがあるんで、あのお客様から見て今のままがいいっていう部分はなるべく残していきたいなと思います。気をつけます。はい、はい、銘柄を増やしてほしい。少ないですかね。例えば、はい、初動会員であれば月間に12銘柄最大で見れますん で、 そうです、ね、まあ、ちょっとお試しいただいてと思いますね。はい、はい、銘柄がまだ利益が出ていません。やっぱりね、買い時売り時の判断が難しい方がいらっしゃると思うんで、はい、動画でお話ししているように平均値で勝ち越していてもやはりこうやって利益が出ない方がいらっしゃると思うんでぜひ売買助言付きをお試しいただきたいなと思いますね。はい、はい、期待できない。ありがとうございます。はい、こういう意見も本当ウェルカムなんですね。はい、で AI 自体に期待できないっていう方はやっぱまだすごく多いんですよ。はい、はい、もうこれからぜひ精進していきますんでよろしくお願いします。はい、伝えたいことがたくさんあります。後日テルさせていただきます小田和正みたいですね。そうですね。あの弊社電話毎日ねたくさんいただきます。時に回線がパンクしちゃうこともあるんで、はい、でこの度回線今増やす準備させていただいてますんで、はい、はいはい、あの若き木村藤井、担当させていただきますので、はい、お待ちしてます。はい、はい、
過去の時期別の勝敗をデータで知りたいと。はい、動画でこれが私全部やっておりますね。はい、そうですね。はい、で基本的には4679101213上場会社の決算発表と同じタイミングで、締めてます。はい、で年間も年に1回年間アワードとして公開してますんで、ぜひご覧いただきたいなと思います。はい、期間を重要視しますと。利益までの話だと思うんですよね。つまり資金効率を大事にされている方かなと思うんですが、刀は基本的に7日間で利食いを目指そうという仕様なので、資金効率はいい方かなと思います。機会があれば初動会員ぜひ試してもらいたいなと思います。ね、はい、運用期間や損切りの目処などのアドバイスと。はい、初動会員で、実現しました。はい、すいません、なんかねわざとらしい初動会員の、はい、そうですね、セールスなのかって思われちゃうかもしれない、はい、まあ、本当に多かったんです、こういう声が。はい、はい、興味があり機会があればぜひ利用したい。うん、嬉しいですね。はい、ぜひお願いします。はい、ポイントを使えるようにしてほしいと。はい、ポイントはですね、弊社の位置づけとしては助言行為ではないので、サービス等々に充当することが申し訳ないですができません。はい、はい、低価格帯の銘柄なら初動が早くても買うことができるかもしれません。うん、メインは有料銘柄なので資金はそちらに使いたいからです。うん、これ要約すると、基本的に単発スポット銘柄を中心に取り組みたいから、刀が出してくる銘柄の中でも定位株ならなんとかできますよということだと思うんですが、そうですね、その使い方で全然構わないと思います。はい、はい、いつも買いしかできていないので上がる銘柄だけ希望します。はい、まあ、弊社の会員様はロング専門の方が非常に多いんですよね。で我々ももちろん買い目線が基本です。なのでご安心くださいと。はい、で例外が1個だけあって、ダイヤモンド VIP 会員っていう、あの弊社で一番まあ、最高峰のサービスになるんですが、はい、こちらの方々には空売りもガンガンやってもらってます。はい、だから暴落相場でも空売りで儲ける、上昇トレンド中は買いで儲けるということを個別にやってますね。はい、はい、ぜひ可能な限り高騰が期待できる銘柄の紹介を、はい、2営業日ごとに1銘柄を紹介してほしい。アグレッシブですね。はい、いやいいと思います。頑張りましょう。はい、はい、頻繁に相場を見られないので1銘柄1週間程度で利食い、1ヶ月4から8銘柄程度に絞っていただけると利用しやすいです。これまさに初動会員がほぼその仕様なので、はい、はい、試してみてください。はい、はい、いつも楽しみに見ています。余裕ができたら必ず参加したいです。待ってます。はい、はい、大いに期待しています。ボスとして責任を持って精進します。はい、はい、AI 銘柄はついていけない。はい、こういった方がまだまだ多いのが現実なんですね。はい、ゆっくりで構いませんから、まあ、変わりゆく時代に乗り遅れないようにしつつも本当ついてきてほしいなというふうに思います。はい、リスクも数値化をお願いいたします。はい、ロスカットラインのことだと思うんですが、初動会員であれば、利確ポイントに合わせてロスカットラインも、はい、数値化しておりますのでぜひお試しください。はい、AI に頼りすぎないことが大事だと思っていますので、特にありません。とっても大事な考え方だと思います。そうですね。AI に限らずですね、はい、Twitter 等々の、煽りアカウントとかにね、頼りすぎると大損こくというのとかなり近いかなと思いますね。はい、いい考え方だと思います。はい、AI を利用した空売り時の爆上げに遭い、大損を経験しました。うん、何度も。今度は AI を利用して爆益を得たいです。うん、これどういうことですかね。運用型 AI を使ったのか、スクリーニング型か、あるいは AI を用いた大口に踏み上げられたのか、ちょっと分かりませんが、まあ、いずれにしても苦い経験ですよね。はい、はい、頑張りましょう。紹介される銘柄の取り組み優先度のような指標があるといいと思います。また限られた資産からの投入比率の目安などもあるといいと思います。うん、こういったね、細部のアドバイスを個別にコーディネートしてほしいというニーズに関してはダイヤモンド VIP 会員が適当かなと思います。はい、弊社のアナリストを担当に1人つけて、でその日の相場に合わせて銘柄をコーディネートします。はい、で資産条件ももちろん把握させてもらって個別に担当していくんで、はい、機会があればぜひサービスページご覧になってください。はいはい、AI は初めてなので信憑性や勝率についてもっと詳しく知りたい。うん、動画で全部公開してるんですよね。そうですね。はい、一応念のため足元の話しますと、この2022年およそ3ヶ月は、公開から7営業日の超短期も
公開から集計日までの短期も両方平均値でプラスになってますんで、一応勝っているというのが足元の状況です。はい、はい、すでに高値が多く見通しがつかないので入りづらい、うん、まだチャートや出来高を見たり持ち株と金を見たり素人なので即利用したいがなかなかタイミングがつかめない、うん、ですね、刀が出す銘柄っていうのは、上昇トレンドに乗り始めた銘柄とか、あるいは上昇中の銘柄になるので、相場に慣れてない方は高く感じる方が多いかもしれません、うん、はい、ただこの方がおっしゃってる話の逆を読むと、下がってる銘柄のリバウンドが取りたいって、まあ、逆張り投資の話をしてるように聞こえるんですが、基本的にはトレンドに乗っていく方が勝ちやすいんですね。そうですね、はい、なのでリスクがとても大きいですよという話もしたいなというふうに思います。はい、頭と尻尾はくれてやれっていう考え方ですね。これがとても大事だと思います。はい、AI 銘柄には大変お世話になっています、うん、嬉しいですね。ああ、それだけですか。はい、それだけです。嬉しいですね、ありがとうございます。はい、株価が下落する外部要因について過去に事例や経験をもとにいつ頃その兆候が出るのを分かれば教えてほしいと。うんうん、全体動向の話ですね。決まったスケジュールに対してはある程度対応ができると思うんですね、はい、これは弊社で、アナリストのコラムなんかで重要なスケジュールに関しては常に触れています、はい、例えば足元で言うと5月に FOMC あるから、荒れそうだからゴールデンウィーク入る前にちょっとポジション落としておこうねとか、うん、まあ、こういうことは可能ですよ ね、 そうですね。ただ不測の事態、もうコロナウイルスの感染だとか、あと戦争が実際に始まってしまったとか、はい、こういうのは誰も読むことができないんで、それがいざ起こった時に被害が最小限に抑えれるような対策を日々やっておくことと、あと実際に起きた時にどう対応するか、ここが大事だと思うんで、例えばですね、はい、暴落した時にチェックしに行く銘柄リスト、これをね平時に作っとくといいです、はい、そしたら、下げた時に怖くなってあたふたするんじゃなくて、はい、あ、チェックリスト見に行こうってことで、なるほど、ワクワクするんで、そうですね、はい、暴落が楽しみになっちゃうんで、うん、これぜひおすすめです、はいはい、私いくつもそういうリスト持ってます。なるほど、はいはい、そして最後の質問になります。あ、もう最後ですか、はい、AI の選定の理由がわからない、怖いというか興味が持ちにくい、うん、とてもよくわかります。私もこの実際に運営側にいるんで、 AI がどういうものかで、これからどれだけ必要になってくるのか分かってるんで、嫌顔でも、まあ、積極的に見ますけども、はい、まあ、そういう意識がない場合はやっぱり怖くなると思うんですね、はい、でもまあじっくりゆっくりで構わないんで、この動画ですとかアスナロ投資顧問のサイトですとか、無料なのでね、見に来てほしいなというふうに思います。はい、はい、ということで、うん、可能な限りピックアップして、はい、質問に答えていただきましたが、いろんな意見がありましたね、うんうん、そうですね、はい、一番嬉しいのはこうやって興味を持ってくださること、はい、決してこの AI が優れてるとか優れてないとかそういう話で私もこの動画をやってるわけじゃないし、はい、まあ、サービス展開していってるわけじゃないんで、これは私からの提案ですね、はいはい、AI を駆使して大口がトレードをしているよと、そこに個人が竹槍持って突っ込んでいくのはちょっと無謀じゃないっていう、はいはい、でこれからは必ず必須になると私の考えでは思ってるんで、はいはい、その第一歩目に刀 3.0 使っていってほしいなというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。